はい、皆さんどうも、なるみなのかです。2020年7月のアップデートにて新たな衣装、水波特攻兵装が追加されました。ということで今回は特攻兵装に着替えた水波ちゃんのレベル70覚醒時のスキルやステータスなどをご紹介します。新衣装特攻兵装は期間限定イベント水波のキラキラオアシス大作戦に登場した時の姿となっています。パークアールにもついに水着姿が来ましたね。この姿にもかかわらず、どうして衣装の名前が特攻兵装なのかということについては、イベントオアシス大作戦のストーリーを見た方なら納得できるのではないでしょうか。アクセントでついてるお花がひまわりっていうのが水波ちゃんらしい気がしますし、健康的で可愛いデザインだと思います。特攻兵装着用時のレベル70覚醒時のステータスはこちら。なお、このステータスは装備を全くつけていない状況のものとなります。レベル70バッファーとしては攻撃力はまずまずですが、あくまでバッファーの中ではということで、アタッカー系のキャラには投稿を呼びません。 HP や防御力もちょっと低めです。ただ素の状態で移動が5になるのは大きいと思います。デフォルトの移動力が高いと移動装備を削れる分他の装備を盛れるので、立ち回りの選択肢が広がるのではないでしょうか。通常攻撃の攻撃範囲は工場衣装の時と変わらず、一マス飛んだ位置の敵へ攻撃する形です。相性は異能、タイプは魔術師とマイペースということで、こちらも通常衣装の時と同じとなっています。ここからは特攻兵装着用時のレベル70覚醒時のスキルを見ていきましょう。オートスキル乙女の臨戦耐性は、範囲内の味方の攻撃力を 55% 上昇し、クリティカル率とクリティカル発生時のダメージを 20% 上昇するスキルです。さらに状態異常の耐性を 30% 上昇する効果もあります。オートスキルオートキュアは、範囲内の味方の HP を攻撃力の 40% 分回復するスキルです。ただ特攻兵装着用時の水波ちゃんの攻撃力はそこまで高くない上、スキル回復倍率も 40% しかないため、このスキルによる回復量自体は基本そこまで多くありません。アクティブスキル1、天の裁きは、消費 MP40 で範囲内の敵に攻撃力の 200% のダメージを与える攻撃スキルです。そして自身に状態変化、状態異常耐性上昇を付与する効果もあります。では実際に使ってみましょう。私を怒らせると怖いのよ。不浄なる者への天の裁きを。私に任せて。水波ちゃんの状態を確認すると、状態異常への耐性が 50% 上昇する、状態変化、状態異常耐性上昇が付与されています。継続ターンは3ターンです。アクティブスキル2、キラキラ全開モードは、消費 MP30 で範囲内の味方に状態変化 MP 還元を付与するほか、もし対象が男性の場合、さらに状態変化応援を付与するスキルです。では実際に使ってみましょう。範囲内にいたリアちゃんの状態を確認すると、アクティブスキル使用後付与した MP の 20% を回復する、状態変化 MP 還元が付与されています。継続ターンは3ターンです。そしてハルトくんの状態を確認すると、 MP 還元に加え性別が男性ということで、攻撃力が2000上昇する、状態変化応援が付与されています。こちらの継続ターンは2ターンです。ということで今回は新衣装水波特攻兵装をご紹介しました。特攻兵装を着用した水波ちゃんは、現在実装されているバッファーの中でもサポート力がとても高い方のキャラだと思います。正直とても強いです。まずはオートスキル乙女の臨戦耐性。最近はクリティカル関係を強化するバフスキルが増えてきましたが、大体はクリティカル率だけ、
もしくはクリティカル発生時のダメージのどちらかのみしか上昇できません。どちらかだけでも十分に強いにもかかわらず、このスキル乙女の臨戦態勢はなんとその両方をアップすることが可能です。さらに対象範囲も割と広めな上、攻撃力を 55% もアップできると非常に強いです。他のクリティカル系バッファーやクリティカル系の装備で固めた攻撃役と合わせることで、さらにその効果を発揮できるでしょう。また乙女の臨戦態勢では味方キャラの状態異常耐性をアップできるほか、アクティブスキル1天の裁きは自身に状態変化状態異常耐性上昇を付与可能となっています。効果を発揮するのは状態異常を付与する敵が出現する場面のみとやや限られるものの、クエストによっては使い方次第で輝いてくるスキルかもしれません。そしてアクティブスキル2キラキラ全開モードは、範囲内の味方にスキル使用後に MP を回復する状態変化 MP 還元に加え、男性キャラに限り攻撃力を上昇できる状態変化応援を付与可能。このスキルのポイントの一つは、現状実装されている他の状態変化と競合しないことにあると思います。例えば応援の場合、心を通わせる少女リーザがアタッカーに限り付与できる状態変化輝く力との両立が可能です。そのため対象が男性でアタッカーなら、応援で2000、輝く力で2000、合計で4000もの攻撃力をアップ可能。しかも他の多くのバフスキルがパーセンテージによる 200% 上限バフとなっているのに対し、こちらの攻撃力2000上昇は別計算の枠になっているため、うまく掛け合わせれば大量のダメージを与えることも可能です。さらにオートスキル乙女の臨戦態勢などによるクリティカル発生時ダメージアップ効果なども掛け合わせられるはずです。他にも MP 還元と工場くくるや霊装セーラーなどのオートスキルによる MP 回復効果などと合わせて味方のスキルを打たせまくるなんていう連携も場合によっては可能だと思います。最大限に活かそうと思うと対象キャラは限定されてきてしまうものの、今後の実装キャラ次第ではさらなる可能性も考えられると思います。アクティブスキル1天の裁きは素の攻撃力もスキルダメージ倍率もあまり高くないので、よっぽど装備などでもらない限り敵に与えるダメージはそれなりになってしまいます。ただ皆さんご存知の通り、工場の水葉ちゃんはスキル1が MP20 の回復スキルのためスキル1オートだとほとんど攻撃してくれません。ですがこの特攻兵装に着替えた途端、スキル1オートでの動きが基本攻撃になります。文字通りの特攻をしまくってくれるということで、オートに組み込みやすくなったのではないでしょうか。そして性能面以外ですと、若干イベントストーリーのネタバレにはなりますが、ストーリー上この水着のデザインを考えたり作ったりしたのが穂村姉さんってのもいいですね。こういう可愛いデザインをあんな風にささっと提案できるって、やっぱり普段からそういう可愛いものを作ったり意識したりしてないとできないと思うんですよ。穂村姉さんにはいろんな服を作りまくっていろんなキャラを着替えさせまくってほしいですね。ではそろそろお別れとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。